これは数日前に僕が実際に体験したお話です。行け行け。ああ、もう。次の日、岡山で用事があった私は夜中の12時に友達を駅に誘いました。行け、駅行かね。駅？なんで？明日さ、岡山行かないといけなくてさ。お願い、ちょっとついてきて。しゃあねえな。その代わり、飯おごりな。分かって。私たちは夜の駅へと出て行きました。暗っ、マジで。でさ、この前ターボーがさ、僕あいつマジアホなんだよ。あいつアホだからな。駅までの道は約10分なのですが、その日は近道をしようと細い路地裏の道に入ってしまったのです。ああ、今日ね、ん？ちょ、近道かね。この道？うん。いや、この道めちゃくちゃ不気味じゃん。いや、いいんだよ、もう近いんだよ。怖いじゃん、この道。行こうぜ、もう。行こう、行こう。そうして、私たちは暗闇の道へと消えていきました。ちょ、あれなんだよ。やばくない？あれ、マジで。気持ち悪い。超怖い。気味が悪いものの、引き返すのが面倒だったので光の見える方へ進んでいきました。なんか言ってね。なんか言ってる。そこには70代と思われる女性がうめき声を上げて立っていました。ちょ、気持ち悪いな。とりあえず、ね、あまりの恐怖に一目散に早歩きで曲がり角があるところまで行きました。行くぞ。バカ野郎。なんだあいつ。口悪い。ふざけんなあいつマジで。なんだあいつ。びっくりしたな。振り返るとやはりそのおばあさんがライトを振っていました。なんだよ、変わったばあさんかよ。安心したね。いや、お前聞こえた今。何が。え、聞こえたし。何が何が。え、何が。え、いやマジで。いや待って、あっち。うん。うわあ。全然進んでねえぞ。あ、いや、あっちこれ。Welcome to ST Studio! 夏祭りツアー! It's Showtime!